すまない、心配をかけた。そういうのは後だ。レシカ、何が起きてるんだい？バックスから説明があります。しばしお待ちください。バックス、これは。どうやら弱まった封印の隙間から最悪が手を伸ばし、ここへとたどり着いたようです。外壁の一部が破られましたか。事態は急を要します。あなた方の力をお借りするしかないようです。それって打って出ろってことかい。我々はこれより封印の補強を試みます。あなた方にはその間の時間稼ぎをお願いしたいのです。そんな。分かった、行こう。どっちにしろここが壊れたら俺たちも助からない。ご理解いただけて幸いです。では。しばしの時を稼いでください。いらっしゃい。こいつは。油断しちゃダメだよ。衝撃よ。覚悟を決めるんだ。どうしてこいつらが。油断しちゃダメだよ。で、衝撃よ。見切った。お願い、力を。
俺たちの勝ちだ。僕たちの住んでるところ、不思議な光景だね。な、何？なんだこいつ。これが、これが世界を滅ぼすもの。熱い！衝撃よ。衝撃よ。ち、不死身かいこいつは。これじゃキリがないよ。バックス、まだなの？大丈夫か、マリ。バックスが間に合ったみたいだな。こんなのが蘇るっていうの？父さん、母さん、シャオ。これが封印された最悪。そう、あれがこの世界を滅ぼすものです。ネロン、それが最悪の名。あの星に封じられた破滅の名称です。ネロン、もうお分かりでしょう。
その身が、その魂が感じたでしょう。ネロンが目覚めれば、世界がどうなるのか。では戻りましょう。ソピアコアはすでに一つ取り戻しています。一刻も早く次の封印を。いつの間に。後で説明するよ。またこの時が。本当にこれしかないのか。ではこれより選定の儀を執り行います。バックさん、もう一度あの町へ行かせてもらえませんか。今は選定の結果をお待ちなさい。今行きたいんです。あなたの望みは両親の生存確認ですかな。そうです。この目で見たいんです。父さんと母さんが無事かどうか。よろしいでしょう。ですが転移は行いません。ですかな。はい、ありがとうございました。よろしい。では選定者よ、新たな世界の礎となる生贄、柱を選ぶのです。
選定はなされました。次の柱となるのはあなたです。待って、先に私を。いや、私にしな。選定の結果に異を唱えることは。そんな、ダウィン、先に私を。いいんです。コナー、僕なら大丈夫です。でも僕にもあるって分かったんです。柱になる理由が。リーファさん、マリさんみたいに。コナ、あんた柱になります。よろしい、あなたの勇気を称えましょう。殉教者コナ、あなたの尊い犠牲により世界に再びの平和を。ダウィンさん、行きましょう。これなら。よし。こっちの方が早い。当たれ！
チャンスだ。荘園、逃げるわけにはいかない。そんなもの、僕だってジュラの一刀を進むんだ。それしかない。バッチリです。さあ来い。荘園、あっ、そこです。やっ、危ない。これで、危ない。命中です。勝ちました。安心です。バッチリです。
バッチリです。やったな。僕だって頑張れる。することしか。謝るのは僕の方です。僕はダウィンさんにひどいことを言ったのに、それなのに僕を助けてくれて。僕は自分のことばっかりで、みんながどんな気持ちだったのか全然考えませんでした。守られてばっかりで、ダウィンさんがどんな気持ちだったのかも。コナー、お前、僕も守りたいんです。
命攻撃です。僕だって頑張らなきゃ。やるしかない。これは…助かった。コナー、ありがとう。四騎士、封印などさせん。今度こそここで飢えて果てよ。来るぞ。はい。戦いましょう。燃えよ。第三の封印を解こう。勝
荘へ。醜い人間どもが。荘園、飢えて果てるがいい。くらえ！荘園！平気です！一か八か。荘園。かな。僕一人の力じゃ。こいつもまた蘇ってくる。できた。僕にも。ああ、倒せたのはコナーのおかげだ。よかったです。最後に役に立てて。さあ、行きましょう、ダミーさん。いつでも大丈夫です。やっぱり怖いですね。僕はみんなみたいに強くないから怖くて仕方ないです。でも僕にもあったんです。命よりも大切なものが。父さんと母さんを守りたい。そのためにできることがしたいんです。コナー、ダミさん、世界が平和になったら僕の両親に伝えてくれませんか。どんなこと。ありがとうって、本当にありがとうって。二人の子供で本当に幸せでしたって父さん、母さん、僕のこと忘れないでくれるかな。僕は頑張ったって分かってくれるから。ああ、そうに決まってる。
こんなに勇敢な息子なんだ。両親は誇りに思うさ。お前の言葉は必ず伝える。ありがとう、タウリンさん。お願いします。
スタウィン。コナー、立派だったね。財産の封印がなされました。儀式の完了まであと2つです。さて、次の封印を施すためにあなた方には新たなソピアコアの生成を行ってもらいましょう。作れるものなの？聖杯と大量のソピアがあれば可能です。人選はまたあなたに任せましょう。ソピアコアの生成よろしくお願いします。ダウィン、私調べたいことがあるの。わかった。ソピアコアの再生は俺たちで行ってくる。